清武城は、宮崎県宮崎市清武町下農港776.777 77に所在する日本の城。宮崎市指定文化財。南北朝時代に、清武城と呼ばれていた城、を1379年に伊藤助行が増改築して、清武城となった。伊藤48城の一つ。清武川佐岸の丘陵城に立地し、城域は、 南北380メートル、東西に320メートルに及ぶ。本丸、二の丸、大丸などで主角を構成し、その西から南側に数メートルの段差によって区分される、クルワ群を形成する。周辺の丘陵上に各、上官、寺院を置くなど、都の氷上に似た構造となっているのは築城者が伊藤一族であるゆえなのか。詳しくはわからない。城石は、 宮崎自動車道によって、南が一部分断されている。城跡一帯は畑や宅地となっていて、移行は見つけにくいが、各車の平坦面は残存しており、本丸には石踏みが建てられている。城跡への上がり口は、城山北西にある。1485年には、帯白攻めのご詰めとして、伊藤遊行が入場。 伊藤四十八条の一つとなり上司は、長倉万九郎、上別府内昭友などが務めた。1577年の伊藤氏没落後は、島津市武将、伊集院久信が入場した。1587年、豊臣秀吉の九州征伐後、伊藤助武がおび、火、清武をあてがわれ稲塚文女重政が上司となる。 1600年の関ヶ原の戦いの際、稲塚文助は、東軍方として、西軍高橋元種の持ち城である、宮崎城を攻略したが、直前に高橋氏が東軍に寝返っていたため、その攻めを追い孤つ、やがて在城を得て、1602年10月18日、藩主、伊藤雄慶に清武城を攻められ中殺された。その後、 川崎春高森が上司となったが、1615年、一国一条例によって、廃上。なお、清武には1637年3月15日に、改めて、清武寺童が置かれて、駿河守の次男川崎大学助助の部が就任する。1970年7月23日、宮崎市指定史跡となった。ありがとうございます。